インプロバイダーの薄井康弘です。今日は、地方で活動するメリットということについてまとめてみましたので、こちらをご覧ください。地方で活動するメリットとして、自分の活動している価値を高めることができるというのが、最大のメリットだと私は思っているんですけれども、東京でですね、キャリアも人気も実力もあってで、ベテランの方がたくさんひしめく中でですね、長い階段を一歩ずつこう上がっていくっていうのは非常に大変ですし、時間もかかるかもしれないですし、労力も、精神的にもですね、かなり頑張らないといけないという可能性が非常に高いとは思うんですけども、地方でですね、そういう、周りにミュージシャンがそういう同じことをやっているミュージシャンが少なくいい場所でですね、活動すれば、やってることが同じであってもすごく目立つし、選ばれやすくなる可能性が非常に高いと思っております。例えば、海外アーティストですね、私は即興演奏をやってるんですけども、海外の即興ミュージシャンが日本をツアーするという時にですね、東京ですとキャリアも人気も実力もある方がたくさん先輩方がいる中で、例えば共演とかゲストとか対バンとかですね、そういうのをつけてほしいといった場合に、なかなか自分までこう順番が回ってこないっていうのが現実だと思うんですけども、それが地方で活動しているとですね、地方で活動していてなおかつそこで目立った活動ができていれば、名古屋だと薄井さん、大阪だと誰々、京都だと誰々っていうですね、そういうことに選ばれやすくなる可能性が非常に高いと思ってますので、同じ活動をして同じ労力を使うのであれば、東京でいるよりは地方の方が、活動の、はやりやすい。しかも、地方ですとそのやったことはですね、評価している方が、非常に身近にいてですね、非常に助けてくれる、協力してくれる方が非常に、多く、見つけることができると思います。そういう方と、深くつながって、小さいながらも、小さなシーンでありながらもその中で、目立つ存在になっていること、さまざまなですねチャンスというのは、地方にいながらですね、世界とか東京からとつながることができますので、どん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 ですね、皆さんも地方で活動されてはいかがかなと思っています。あと地方で、活動していることの、いいところは、東京のミュージシャンと、地元でですね活動している方との、ハブになることができるということですね。そういうことによって地方の音楽活動、音楽文化とかにも貢献できますので、非常にやりがいもあるのではないかなと思います。震災の時に地方に戻られる方というのがたくさん増えたのではないかなと思うんですけども、これを機にですね、東京だけではなくて地方での活動をするというのはですね、非常にいいのではないかなと思います。やはり地方が音楽活動としてですね、どん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 こう活発にそれぞれの地域で地元発の音楽を発信していくっていうのが、元々の音楽のあり方だと思いますので、そういうのに原点に戻っていく時期かなと感じておりますので、皆さんも、東京だけではなくてですね、地方で活動するということも、一つの、案としてですね、考えられてはいかがでしょうか。今日はどうもありがとうございます。またこういう発信の仕方をしていきますので、よろしくお願いします。